朝には怨霊の心からそう願っております。朽ちた民家、無人だ。死骸だ。誰かから逃げようとしたのか。君、人がおったようだ。死んだばかりだ。犯人は近いぞ。こっちへ行ったな。人を追い払うための仕掛けか。殺したか。ああ、忍びだけだが首をはねた。この調子なら日の澄むまで森を独り占めできそうだ。ああ、今じゃ猛虎も避けるからな。侍の立ちで首を切るのは気が引けるが、この地を乗っ取るためなら我慢したわな。まずは仕留めてやる。やむを得んのだ。これで落着だ。
あの男に顛末を教えてやろう。まさか生きておいでとは。これからはこう語るがよい。かつて神の森を汚す悪しき族がいた。しかしその地を守る怨霊の怒りを買うことになり、堺家の生き残りが怨霊の頼みを聞いた。そして森から族を一掃し、怨霊は成仏することができた。良き話です。怨霊が森を守るためあなたを導いたのでしょう。